はい、本日はですね、僕拓三がですねアルバイト始めるってよというお話をしていきたいなというふうに思います。ということで、普段は YouTuber として活動してて、アルバイトとかはねもうずっとしてなくて、正社員とかでも働いてないんでね、あの YouTuber だけっていう感じでやってたんですけども、もういよいよちょっとアルバイトしていこうやないかということでね、ちょっとまあ年に1回ぐらいのゲリラ的な感じでねアルバイトさせていただきたいなと思っております。で、どういうこと、年に1回だけってどういうことなんていうのをですね、今日本日の流れとしてはですね、そもそもなんでアルバイトしようと思ったんっていうこととか、あといつすんのとか、どこですんのとか、あとはまあ給料僕もらうつもりないんですけども、なんでもらわへんのとかね、そんな話もいろいろしていきたいなと思いますので、まあその順番でねお聞きいただければいいかなと思います。まず一つ目の、なんでしようと思ったんかっていうとですね、まあ僕はですねありがたいことに、まあこうやって自由に今生活させてもらってですね、 YouTube で発信させてもらったりだとか、まああとそれ以外にもねオリジナルで服作ったりとか、あとスポンサーの方ついてもらったりとか、まあいろんなことにね自由にさせてもらったりしてるんですよ。でその中でね、やっぱり恩返しもちょっとしていきたいなっていう気持ちもやっぱりあったりはするんですよね。で特に今僕の視聴者さん、特に応援してくれてる人、ファンの方に対して恩返ししたいなと思って、で何やったら恩返しできるんかなと思った時にね、やっぱり僕って服関係扱ってるから、まあファッション業界って今ちょっと大変なんですよね。だからそのファッション業界を盛り上げたいし、なおかつお客さんも喜んでほしいっていう風に考えると、僕が1日転院したらいいんやっていうことでね、まあ1日で立てるかどうかわからんけども、1日転院したらねお客さんも喜んできてくれて、で僕に選んでほしいっていう人もね、やっぱ一定数はいてはるんですよ。だからまあサイズこうですよねとか、なんかキャンプしてはるんですかとか、いやバイク乗ってんちゃいますとかいう話しながらね、いやこのサイズいいっすよねとかって話して、まあ、僕に接客されたいっていう方がいらっしゃればですね、まあ、接客すればお互い楽しいんじゃないかということでね考えさせていただきました。で一応まあ年に1回ぐらいねやらせていただこうと思ってまして、もう早速ね明後日にやろうかなと思ってます。で、まあ、いつしていくのって話なんですけど、まあ、年に1回年末ぐらいにかけてねやりたいなと思ってまして、まあ、全国のアパレル関係で、まあ、ちょっとまあ拓三に来てほしいと、ただでアルバイトしてくれて動画も作ってくれんやったらラッキーやんけっていう方がいらっしゃったらですね、まあ、下のね応募フォームからね、あ、まあ、アパレル関係の人かな、応募いただければね、その中からね選ばさせていただいて1店舗行かしてもらおうと思ってますので、まあ、ぜひぜひ応募いただければなと思うんですが、まあ、まずいつするかというと明後日ですよね。明後日の12月26日の日曜日の2時、昼過ぎの2時から大阪のねレアトレアっていうところでまずやります。でこれはもうマジで僕言ってきますけど、1円ももらってへんし、一切服とかももらっておりません。だから僕はもうボランティアというかね、下っ端、一番下っ端のアルバイトとして2時からね店頭に立とうとは思ってます。まあ、なのでね、僕にこう服選んでほしいとかね、僕と一緒に接客されてねこう服見たいとかっていう方がいらっしゃればね、ぜひぜひ来ていただければいいかなと思いますし、まあそしたらねレアトレアさんもこう服として買ってくれたら喜ぶし、お客さんもね喜んでくれるっていうウィンウィンの関係が作れるので、ね、まあ、僕はそれを動画にさせてもらうということなんですけども、まあオファーシリーズというんかな、まあボランティアで1日働いてみたっていうのをね、まあ今回はレアトレアさんやけど、次ね来年とかはどこ行こうかなっていうのは、まあ全然決めてないので、まあ今までね関わりなかった店舗さんとかでも全然応募いただければね、まあ、群馬であろうが茨城であろうがね面白そうやなと思ったら行かしてもらいたいなと思ってますので、まあぜひぜひ応募いただければなと思います。まあまず1回目はね、何回か行ったことある店舗でやらんとね、ちょっと仕組みとかが分からへんじゃないですか。で店員さんもね初対面でいきなりやってね、1日店員するって言われたってちょっと困るじゃないですか。だからまあ1回なんか会ったことあるところでねやった方がいいかなと思ったんで、今年はまずレアトリアさんを選ばさせていただいて店頭に立っております。まあこれでね恩返しになるか分からんけども、これぐらいのことはしとかんとね、やっぱりね僕こうやって洋服関係でね発信してね、生活させてもらってるじゃないですか。それの恩返しぐらいしようと思ったらそこしかないからね、まあファッション関係で恩返しできたらいいなと思って、まあこんなことを考えました。でまあいざねパッて明後日になるじゃないですか。で日曜日の2時になりました、レアトリア行きましたってなって、誰も来へんかったらすぐに帰ります。レアトリアさんの迷惑にもなったかんし、レアトリアさんのねお客さんにもね迷惑になるじゃないですか、僕がおったらね。だからそういう時はもうすぐ帰るんですけども、今のところはねそんなに時間は決めてません。例えば夕方5時までおるとかは全然決めてなくて、まあお客さんがねいっぱい来てくださって接客してほしいって方がいらっしゃれば多分長くいてるやろうし、そんな全然おらんでってなったら1時間とか30分まで帰るかもしれないんですけど、まあそんなことでね、こういうちょっとオファーシリーズをね一回やってみようかなと思いましたんで、今回ご報告をさせていただきました。でね、こんだけ言ってもね、ほんまにお前1円ももらってないんかって思い張る方もいらっしゃるんですけど、マジでもらってないって言っててもね、疑う方は疑うんですけど、ほんまにもらってへんし、物も全くなんもないし、なんか僕の商品とかも全く売らへんので、とにかく店に貢献して、で、お客さんも喜んでくれて、ウィンウィンになって、もう僕もそれ動画撮れたらそれでええんですよ。で、年に1回ぐらいそういういいことはしとかんとね、好感度上げにいっとかんと、やっぱり皆さんもね、拓三ちょっと嫌だねって思われたら嫌やから、1回ぐらいちょっと好感度上げさせてくださいよ、年に1回ぐらいはね。だからまあ、来年はね、またちょっと全然
然違うとこ行こうかなと思いますし、まあ、今回一回ベースやっとけば、あ、こういうことねっていうのも来年わかるじゃないですか。だから、まあ、誰にとっても損になる話じゃないんでね、まあ、面白いかなと思って考えさせていただきました。まあ、なので来年以降アパレル関係の方でね、来てほしい、ぜひ来てほしいという方がいらっしゃったらね、時給0円で働きます。まあ、唯一の報酬としては、まあ、お菓子ぐらい買ってほしいかな。お菓子100円ぐらいのプリッツが買ってくれたら嬉しいんですけども、まあ、そういうのをね、買っていただければ喜んでいきますので、そんなところでお話をさせていただきましたということで、今週の26日ですね、12月26日の日曜日に、レアトレアさんで僕店舗に立たせていただいております。店員としてね、いてるんですけども、いかんせん時給0円ですので、帰れなくなったら帰ります。で、お客さんがおらなくなっても帰ります。なので来れる方はね、来ていただければ嬉しいかなと思います。まあ、ちょっとでもね、僕もアパレル関係というか洋服ファッション関係をね、まあ、ちょっとでも盛り上げれたらね、いいかなということでね、まあ、考えさせていただきましたので、今日はこの辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、タクゾーアルバイト始めるってよというお話をさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。